こんにちは、かわぽんです。今日は先日皆様からいただいた立教大学の特典開示の情報のご紹介をします。理学部、現代心理学部、コミュニティ福祉学部の情報になります。現代心理学部とコミュニティ福祉学部に関しては少しデータが少ないですが、情報をいただいた皆様本当にありがとうございました。それでは参ります。まずは理学部から参ります。物理学科と生命理学科の情報をいただきました。配点を見ておきます。物理学科では英語と他の2教科の配点の比率が25対75となっています。英語の配点がかなり低めに抑えられていますので、英検や共通テストの英語の得点が少し悪くても理系の科目に自信があれば十分に100点できる割合だと思います。生命理学部に関しては英語と他の2教科の割合が29対71となり、少し英語の配点比率が上がりますが、これも立教大学の他の文系の学部と比較すれば英語の比率は少なく、理系科目自体で十分に合格か目指せる配点比率だと思います。それでは実際にいただいた物理学科の得点開示の情報をご紹介します。 A さんは英語は英検2129点で出願されました。他教科の合計得点率は 63% でした。その結果、2回目の発表で合格されています。立教大学の合格発表は4回に分けて発表されます。立教大学さんのホームページでは2回目以降の発表は欠員補充の形になり、合格者が出ないこともあると明言されております。よって1回目の合格が余裕のある合格、合格の開示が下がるにつれて合否のギリギリのラインでの合格ということになります。今回の A さんは2回目の合格となりますので、やや合否ラインギリギリに近い形での合格となります。英検のスコアがそこまで高くなくても十分に戦えるという希望の持てるデータになりますね。次に B さんになります。 B さんは物理学科を受験日を変えて2回、2月6日と9日に受験されています。よって英語は同じ得点になっています。英検と共通テストの英語の両方を提出されています。英検は2135点、共通テストの英語はリーディングとリスニングの合計で150点になります。複数のものを提出された場合は立教大学さんの独自換算で自動的に有利なもので採点されます。どちらが採用されたかは分かりませんが、おそらく共通テストの150点な方が採用されたと僕は予想しています。間違ってたらごめんなさい。他の教科は2月6日の試験では少し失敗された様子で 63% の得点率でした。その結果、残念ながら不合格となってしまいました。しかし2月9日の試験では見事 87% という高得点を確保され、見事合格されています。合格された開示が不明ですが、おそらく1回目か2回目の合格だと思います。同じ学科を2回受験された戦略勝ちと言えますね。 C さんは生命理学科で出願されました。英検は2078点、他の2教科の得点率は 58% でした。ただこの他教科の情報に関してはいただいた情報を僕がしっかりと確認しておりませんでしたので、僕の勘違いがあったらごめんなさい。残念ながら不合格でしたが、 A さんの得点と比較しても合格点に対してそこまで遠くない数字だと思います。情報提供本当に感謝しております。それでは理学部は以上になります。次に行きましょう。現代心理学部とコミュニティ福祉学部になります。サンプルは一つずつと少ないですが、
参考にしてください。まずは現代心理学部からいきます。英語と他教科の配点は38対62となっており、英語の配点がかなり高くなっています。よって英語である程度確保しておかないと100点合格は厳しめの学部と言えますね。 A さんは映像身体学科で出願されました。英検が2112点、共通テストの英語は157点で出願されています。複数の資格で出願されています。どちらが採用されたのかは不明ですが、おそらく共通テストの得点が採用されたのではないかと思います。間違ってたらごめんなさい。他教科の得点率は 71% でした。残念ながら不合格となってしまいました。これは他の大学全般にも当てはまりますが、文系の学部は理系の学部よりも高得点を取っておく必要がありそうですね。 A さん、情報提供本当にありがとうございました。次にコミュニティ福祉学部になります。配点比率は英語と他教科が40対60となります。これは経営学部の43対57に次いで英語の配点比率が2位の学部になります。英語での得点確保は必須と言えるでしょう。100点合格は厳しいと言えます。 B さんは英検2350点で出願されました。かなり高得点ですね。他教科は 64% でした。他教科がもう一歩でしたが、見事2回目の発表で合格を勝ち取られました。採点が大きい英語において高得点を確保されていますので、それが決め手になった大変良い事例となりますね。2回目の合格となっていますので、講義ラインに近い形の合格と言えるでしょう。情報をいただいた皆様、改めて感謝申し上げます。この立教大学の得点開示情報に関してはまだまだ情報を募集しております。特に今の画面の2つの学部の現代心理学部とコミュニティ福祉学部、異文化コミュニケーション学部、社会学部の情報がありましたら、ぜひぜひコメントください。なるべく全ての学部で皆様に有効な情報を提供したいと考えております。それでは今日は以上となります。ありがとうございました。